はい、どうも、花坂兄さんです。いや、素晴らしかったですね、今の映像ね。なんかハロウィン感はやっぱりまだ残っていたというかね。なんか傘をかぶったね、キャラクターなんかもいたりして、なんか気になる映像でしたね。なんか続きがありそうでしたね、結構ね。3周年記念ということらしいんですけどね。はい、パンダとかがね、あれなんか鍵に入ってるんじゃないですかね。まあわかんないですけどね、はい、知らんけどってやつですね。はい、それではね、とりあえずな、見れるもの見ていきましょう。こうやるの、これは無理。後払いガチャ、これは、無料10連ガチャ。10連は最大4回まで、先に回してから購入するか決める。すげえ、こう後にした方が良さそう。やっちゃう。これは限定ガチャは、まあ、一応ね、いろいろなんかこっちにもあるんですよね。こっちに引きましょうか。あ、はい、まあ、まだある。あ、運試しってやつなんだ。運試し、はい。ちょっと補足なんですけど、これ後取りなんですけど、この下の方にある無料ガチャ、みんなで楽しもうっていう、これ何なのかを一応確認しておくと、ここのガチャでですね、まあ、120金券で120とか1200でね、1回10回とか書いてると思うんですけど、これで、ガチャを引いた場合に、この 3周年限定ガチャを引くと、物資シェアカードをランダムでゲットと、この左に書いてると思うんですよね。なんで、このガチャを回すと、このプッシュシェアカードっていうのがね、手に入って、これで、フレンドさんとシェアすることができるという話らしいです。はい。なのでね、これで引けば、さらに無料でガチャを引くことができますよというお話ですね。引いて損はないんじゃないでしょうかね。一回ぐらい引けばね、もう一回こう誰かにシェアしてもう一回引けるみたいなこともあるということですね。だから回した分だけ倍引けるってことですね。はい、それだけでした。あ、これですか。いやね、これも紹介したいんだよね。いろいろ気になるところ多すぎる。気になる、こっちから行こうか。先にこっちから行こう。3周年記念脱出。そして、これはさっき言っておりましたが、新マップの真相突き止めの72時間ぶっ通し行動ということでね、ここにね、中山聖子さんとかいたりするのね、ちょっと目を見張るものがありますね。すごいですね。アイドルがもう、ついに荒野行動に参入ですよ、ここまで。すごいですね。そしてこれは何ですか、これ。連打して、商品をゲット。連打してみましょうか。よくわかんないですけどね。連打します。びっくりした。急に飛ばすなよ。びっくりするわ。で、ここで連打するわけですね。いきましょうか。いきます。いきますよ。OK。連打ね。びっくりした。もうさ、言って、もう準備して思いっきり連打 しまくろうとしてたからさ、今マジで意味わかんないと思うよ。よし、いけたようですね。ツイッターログインいけたようですが、この右上のアイコンがなんか俺のアイコンじゃないんだけど、大丈夫これ。俺のアカウントにログインできたのかな。なんか荒野で割り振られたアカウントなんですかね。顔、アイコンか、アイコンなんですかね。まあよくわかんないですけど、連打して商品をゲット。これ連打してみましょう。連打、びっくりした。何、どういうことは。何の症例もないです。ちょっと待って、鼻声がひどすぎる。
何の症例もないです。何回か試してみたら対象が手に入ります。どういうこと？ええ、どういうこと？は？どういうこと？え、俺一回しかタップしてないんだけど、なんで何の症例もないですみたいになっちゃうの？え、何これ？何回も連打するってこと、あ、そういう連打か。バー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 って連打すれば連打するほどなんか景品が当たるみたいなわけでもないんだ。うわ、これいやらしい。しかもこれ戻るボタンを、これ右上の×ボタンで、対策してれば大丈夫なんですけど、真ん中のこの戻るボタンを押してると、こう必然的に生配信を見るとかのボタンを押しがちになりますね。こう連続してずっと連打してると。まあ微妙に場所ずれてるんで多分大丈夫だと思うんですけど、ちょっと効率悪いですね。だから、イライラしますね。真ん中で押してると。いちいちこう真ん中だったり右上だったりっていうのをこう使い分けないといけなくなるんで、全部右上の方がいいですね。これはバツを押すときは。そしたらこうやって速くなりますね。これはコツですね。全部右上を押して×を押しましょう。で、ね、これで、早いんだ。じゃあこのぐらいかな。いえ、急に？急にこれ出るの何？これ絶対嘘でしょ？これ絶対、宣伝のためにやってるって。絶対宣伝のために出してる。これは本当に宣伝のために出してるよ。え？全然当たらんけど。どういうこと？商品一覧、これ、アマゾンとかゲーミング、アマゾンカードとかね。で、ヘッドホンとかゲーミングチャイヤがあるようですね。え、すげえ。すげえ。めっちゃ獲得してる。ほんとこれ？嘘じゃないこれ。ほんとに？ほんとこれ？しばらくやるか。いや、もう当たんないな、これね。もし当たったら、写真載っけときます。俺、どうせ、編集に時間かかるんで、1日2日後になると思うんでね。それ前にもし、それまでにもし出てたら、やります。これ。はい。で、戻りましょうか。ド派手。いいですね。あの映像がここでこうやって使われてるのはかっこよく感じる。あ、これはいいね。これめっちゃ好きだわ、これ。うん、荒野行動さん、これ言うのだね。今の言うの。うん、言うの。で、これは？これもちょっとやってみたかったんだよね。荒野3周年があなたを待っている。一緒に2017年まで時間旅行して3周年プレゼントをゲットしよう。これ何なんだろうと思って。ちょ、一回録画できるかチェックしてきます。はい。で、まあ、ここの、なんかイベントは小さいものだと思うんですけど、まあ先にね、もう、もったいぶるのもあれだなと思って、アット払いガチャでもやろうかなと思ったんですけど、これ本当に些細なものだと思うんですよね。いや、だからね、もう、やっちゃいます。なんかね、すぐ終わりそうなイベントだったんで、はい、時間旅行開始。始めまして、今後はよろしくお願いしますって感じです。腹落ちやったなんて。撮影回数3回とかに、スクショってこと？この日に行って、貞治さんからの。Thank you.
しないけど。2つで開かれてた。何これ、どういう状況？まあいいや、ツイートしよう。よくわかんねえし。シェアしてないのに OK なんだけど。何回でもできるの、もしかして。知らないよね。何回でも送られるもしかしてこれ。あ、なんか音なくなった。あ、これやばそう。やばい、助けて。で、これジェットしたことになったのか。撮影回数3回ってこれ何？このボタンを押せばいいってこと？バグったみたいになってるぞ。すごいな。バグったみたいになってたぞ、最後。じゃあもうシェアできないようになってんだね。今ので俺、どうなったんだろう。今のでなんかもらったかな。倉庫が増えてないから。でももらってないかな。これは？お、もらってる。親愛なるプレイヤー様、イベントで獲得したボーナスをご差収ください。おいおい、かぼちゃさんだ、かぼちゃさん。あ、間違えた。おい、装備してみましょう。あれ、レベル3に設定しないと見えないか。ホーム展示かな。はいはい、こういう感じですね。こういう感じになるようです。かぼちゃさん、ぷくぷくかぼちゃですね。ねえ、こういう感じでかぼちゃのリュックがもらえます。素晴らしいですね。はい、まあまあまあ、なんかこのお宝はまたいつか開けましょうか。今開けます。これかな、違うな、どれ、これこれか、まあ、全部使用しましょう。もう他のいっぱいね、これガチャ動画で出そうと思ってたんですけど、まあ、これだけは開けちゃいましょう。この際ですし、いきます。えっ、あ、なんだ、もう持ってたんだ俺。あ、猫じゃん。猫なんかあれじゃない？有名なやつじゃない？猫。これ有名じゃない？これ。これ有名な気がする、この猫。やった。あれでもなんか、みんながつけてる猫と違う猫な気がする。まあまあいいや。このままにしましょう。え、てか俺、あれ、俺これ持ってたんだっていうか、宇宙箱持ってたんだね。まあいいですけど。じゃあまあ大締め行きましょうかね。限定ガチャは引いたよね。限定ガチャ引いて、まあこれは、
他のやつから見る？何これ。で、これを集めていくとどうなるんだ？ビンゴ。これビンゴってことかな？あ、ここがビンゴする。あ、ここを押すとはめられるんだね。で、ここを押すとはめられて、どんどん揃えていけるみたいなことか。うわ、だったら、もう一つ上にした方がよかったなぁ。だったら、ダイヤとか一番いらないでしょ。いや、これはだから、やってんなぁ。で、全部集めるといけるってことか。累計ログインが7日と、ああ、こういうのあるんだね。なるほどね。なるほどね。はい、わかりました。OK です。で、集めていけるよって感じなんだ。最強チーム男。この飛行服いいですね。これぜひとも欲しい。ちゃ欲しいですね。いいですね。他にも、これは何ですか？なんかできることあるのかな？なんかできることあるのかな？何これ？うい。ん？おぉ。はいはいはい。ええー。で、どういうこと？チャージって何？ああ。これはやばい。ああ、なるほど。願い事を見る。ああ。あったな、こういうのも。こういうのもあったな。ジープ欲しいっちゃ欲しいな。どれがいいだろう。どれにしようかな。クゴ式か。クゴ式俺持ってたよね。クゴ式。これないんだ、俺。でも、クゴ式ってもっと他にもいい武器がありまくってるから、ジープはね、珍しい気がする。ジープは珍しい気がするから、ジープにします。このジープは欲しいもん。まあ、新しいし。はい。これが完成するまでにしましょう。そして、これは何ですか？アイテムを寄付する。これも金券？もしかして。うん？なんだ？どういうこと？現在の買収価格。ああ、むずいむずいむずいなむずいな。これどういうこと？なんか嫌だな、使うの。高級物資でしょこれ。どういうこと？持ってないじゃん、この銅材って。銅材持ってないじゃん、俺。銅材ないってことは交換できないってこと？薄い。めっちゃ現在低いし。鉱材か。めっちゃ現在低いじゃん。これ寄付をするの？どうなの？え？なになに？は？あ、びっくりした。全部なくなったかなと思って。噛んだし、全部なくなったかと思って今。怖っ。あ、で、これとかも、金券になるんだ。え、これすごくない？これ結構すごいもんだと思う、俺。10個だから30金券になるんだ。バラでも30、バラ10回交換して、あ、いいね。あ、もう寄付済みになっ、寄付できなくなるんだ。これでまあ積み重ねられるのはいいかもね。また明日もできるのかな？それちょっとチェックしてからまあ動画出したいかなと思いますけど。字幕でなんか多分出してると思うんですね。確認して。でもいいですね。ちょっと交換できるのは。いいと思います。まあさすがに多分また明日も交換できるんじゃないかな。でもそれ考えれば10個こういうなんか交換できるやつがあれば、こういう交換できるのがあれば結構いい感じになるかもしれないですね。これは毎日で何日までですか？10月31日から11月25までなんで、
まあ約30日ぐらいで、それを 30×30 なんで901日になりますね、最大。まあ、最大、まあ、25日ぐらいなん、26日だから、780ですかね、780ですけどね、金券。でもそれでなると。いいですね。あ、なんかもらえた。ラッキー。なんかよくわかんないけどもらいました。なんかいろいろもらえるみたいですよ、これやると。さあ、なんか残されたこれでもやりましょう。じゃこれ見てみましょう。俺が運を使ったらどうなるのか。デレデレ。は？何これ。マジで。一回やってきます、じゃあ。また後で。はい、どうも、花塚兄さんです。はい、続きですね。ちょっと一日空けたんですけど、ちょっとね、鼻声治ったんじゃないかなと思います。なんか、昨日は、こういう感じで、喋ってたと思うんですよね。こういう感じで、頑張って喋ってたと思うんですけど、今は多分、こういう感じで、昨日というか、今までよりは良くなったんじゃないかなというかね。昨日までよりは多分良くなったと思います。はい、そこから分かると思うんですけど、1日経ちました。で、まあ、改めてこのミッションのこともあったんでね、次に繰り越したんですけど、はい、まあ、3つ受け取れますね。ちょっと1つは達成できなそうなんですけど、こちらをね、全て受け取って引いていきたいと思います。なんかここのやつもちょっと受け取れそうなんで受け取っておきましょうか。ああ、それをゲットしたと。これもったいないことしたな、普通に。どうしよう。全部埋めれれば、まあ関係ないんだろうけどね。全部埋めれれば関係ないんだろうけど、どうしようかな。まあ普通にここでいいでしょ。適当で。はい。行きましょう。なるほどね。3つで構成されてるんだね。まあまあまあ。そしてこれ。これなんかガチャポンっぽいんですけどね。ガチャポンらしさがあんまりないっていう。あ、これもう一回使い直せるのかな？あ、使い直せるね。よしよしよし。お、なんか、倍率がいい。お。うぃ。これ何に使うのか俺分かってないんでね。まあ、ポン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 使ってるんですけど、大丈夫ですかね？使っちゃって。え、何これ？ちょっと待って、どういうこと？あ、全部損じゃないの？え、全部損じゃないんだ。これだけ、すげえ金だ。一定数集めると衣装と交換できる。重複衣装獲得時は、自動でチケットに換算。別に衣装はあんまいらないんで、一回ぐらいは、まあいいんじゃないですかね。これ考えると、まあ上がってるって考えていいかなって思いますけどね、俺的には。じゃあもうちょっと稼げるときあるんでしょうね。これで49とかもっともらえるんですね。いいですね。株価ちゃんとチェックしながらやればいい感じになりそうですね。俺はもう引きます。これで、すげえ。もう今お金、累計60になりましたね。40、あ、違う、9から。9から60になりました。素晴らしい。こうやってどんどん重ねていけるってわけですね。なんかね、確かバトルパスかなんかが、合計還元が600みたいなことが書いてたんですよね。これ何なのかわかんないんですけど、これも俺は目じゃないってことですね。今ここ、真ん中のね、上の方に352って書いてると思うんですけど、これもう、今みたいなのをうまく続けていけば、いけるってことだね。あと、これとかね、600とか、これもゲットできるってことですね。素晴らしい。まあ、とりあえず、引いてみましょうか。どんなもんなのかね。俺の運っていうものを。はい。で、これか。いきます。お。これだからもらえるわけじゃないんだよね。ウィー。通常の引く回数を消費していません。引いた結果を確認してから購入できます。
はいはいはい。まあこういうのが当たりますよって感じですね。はい。まあこれ別に受け取る気はないんですけど。もう一回。いっちゃいましょう。ブーちゃん。リュックに新作が結構集まってるみたいですね。感動ウサギとか、ピエン顔してますけど。あるみたいですね。スプレーとかもあると。まあ、獣類とかって感じですかね。さあ、最後。どんなもんなのか。これ普通に欲しくなっちゃうな。うわ、めっちゃいいじゃん、これ。うわ、これ欲しい。欲しいけど。まあ、課金するもんじゃないんで、ゲームは。はい、見送ります。っていう感じで、結構こういう風にいいのが当たるっぽいですね。はい、いいのが当たるっぽいんで、ぜひね、このミッションやる価値はありそうです。ということで、今回の動画終わりにしたいと思います。いや、いいの出たね。はい、だから金券600とかあれば、もう全然こういうのをこういいのが来た時に購入っていうボタンを押して、買っていけるっていうことですね。シェアでもしとく、シェアしとこうか。うん、はい。まあ、シェアするって感じで。まあ、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白かったら高評価、チャンネル登録お願いします。今後も動画出していったりしますのでね。あと、なんかこういうの出してほしいですとかね。いろいろあったら。リクエストありましたら、ぜひともコメント欄に書いていただけると嬉しいです。それでは今回はこの辺でご視聴ありがとうございました。バイバイ。はい、ちょっと終わっちゃったんですけど、今見たら、この右下の結果を確認し購入っていうところを押すと、さっきまで聞いたこの1回目、2回目、3回目の、状態が見れるみたいです。だからこれで、金券600まで貯めれば、普通にこのやつが後からもらえたりするってことですね。これが期間が15日までなんで、それまでに、さっきほどあった、ここの、これとかで、本日の価格アップっていう、こういうので、はいはいはい。だから価値があるとかじゃなくて、価格アップでやれるんだね。で、こういうのをちゃんと見つけて、アイテム寄付して600とか集めていけば、さっきの、こういういいガチャの結果のアイテムを手に入れることも目じゃないってことですね。いいですね。はい、ということで、まあ補足でした。ご視聴ありがとうございました。